今回227話の気になるとこシリーズですけども、今回ですね、お父さん、そんな仕事をやめてよねというふうなね、シリーズでお届けしようと思います。えっ、ー、とね、YouTuber をしているお父さんってどうですか子供の一番やりたい職業、今 YouTuber らしいですね。なんか今じゃなくても、ここ5年ぐらい YouTuber になりたいっていうふうなね、お子さんのやりたい職業のランキングっていうのは必ず上位に入ってるんですよ。 が子供は YouTuber にものすごく夢を持っています。でも実際に YouTube を仕事としている方とするといやそんないいことばっかりじゃないよっていう方もいると思うんですよ。うん、まあこんな苦労があるよあんな葛藤があるよみたいなのもあると思うんですよね。まあ私の場合はそれを全部クリアしたからこそ10年やってるわけなんですけどもでも YouTuber として2年3年まあ5年ぐらいまでですかね 様々な葛藤ってのはあるんじゃないかなと思います。その葛藤の一つに家族が YouTuber をやめてくれっていうそんなこともあるかもしれません。でもちょっと冷静に考えてくださいよ。YouTuber だけがそんなに揶揄される職業だというふうに思うのはちょっと早とちりです。なぜならお父さんがプロボクサーとかプロレスラーをやっていたらどうですか家族としてはお父さんプロボクサーだプロレスラーでやったーってなりますかね だって、いつね、片手片足を折ってくるか分からない。試合に行ったら必ず人を殴るか自分が鼻血を出すかなんですよ。で、顔を晴らしながら帰ってくることもありますよ。もしかしたら、事故が起きてしまうかもしれない。怖いことがあるかもしれない。ギャラは安い。世間の脚光を浴びるか、それは人に。さあ、プロボクサー、プロレスラー。お父さんがそれを職業としていたら家族は止めるんじゃないですか。 少なくとも止めなくても30代に入ってきたら引退を考えるそんな職業ですよ家族としては心もとないですよねだから YouTuber よりもプロボクサーやプロレスラーやってる人の方が家族の風当たりは強いですよねきっとねあとはね私もやってたんですけども麻雀店の経営者とかオーナーとか従業員やっぱねうちのお父さん雀荘です子供たちはどういう風にね 自分のお父さんの職業を人に紹介するんですかね。グ <laughs> レるんじゃないですかね。やめてほしい仕事ですよね、これ。お父さんがマージャン。あとね、お父さん原発作業員です。職業に規制はないのになぜか原発の作業員は嫌われるんですよ。収入高いですよ。国の仕事ですよ。日本全国に仕事に行きますよ。お父さん原発作業員です。どうですかね、イメージ悪いですね。 なんか会社から帰ってきたら「<laughs> 放射能だ!」みたいなね家族ですらそんな腫れ物を扱うような形じゃないですかじゃあ自衛隊員はどうですか今度自衛隊員ね私の知り合いに自衛隊員の幹部がいますまあ少佐クラスの方ですよねその方はあの海の仕事なんで潜水艦に乗るらしいんですよ もちろん国家機密なんで潜水艦に乗るってことは前日か一週間ぐらい前にしか知らされないらしいんですよ。携帯電話の持ち込みは不可能です。潜水艦に乗ると3ヶ月から半年は家に帰ってきませんし、どこにいるかもわかりません。安否確認もできません。ね。家族としてはせっかく結婚したのに一体いつ一緒に暮らすんだろうか。そして急な呼び出しがあるから来週何々しましょうっていうふうな予定もいつ壊れるかわかりません。 いやー自衛隊員ねやってほしくないんじゃないですかね国を守る大切な仕事でもあなたがやらなくてもいいんじゃないのみたいになってきます収入は高いです自衛隊員の奥さん浮気むちゃくちゃします私広島市内に住んでいてですねクレっていうところに軍港があるんですけどもまあすごいですよかわいそうですよ自衛隊員の旦那さん まあこれ以上は申せません。はい。次。うちのお父さん、ガードマンです。ね。交通誘導警備。なんか、道路で旗振ってます。あ、お父さん、かっこいい。どうですかねなりますかねガードマン、給料安いです。保証はありません。いつ仕事がなくなるか分かりません。雨が降ったらお休みです。家でゴロゴロするようになります。ガードマン、ね。大切な仕事なんです。私も経験があります。尊重される仕事なんでしょうか 他人がやってるからこそガードマンすごいじゃあお父さんガードマンになるよやめてよ YouTuber よりもひどいですよガードマンの環境は介護士どうですか 3K ですか介護士は私は最も長くやってます介護士楽しい仕事です嬉しい仕事です給料も工夫によっては取れますでもお父さん明日から介護士やるからさって言ったら家族は止めるでしょうね大丈夫なの 食べていけるの、ね、いつから仕事にそんなくだらない値段がついたんですかと仕事は少なくとも誰かを支えるため世の中になくてはならないものが全て仕事になってます無駄ななな仕仕事事とかなくてもいいいは一切ないんですよ。それこそね風俗営業法だって闇カジノだって必要だからそこにあるんですよ必要なければ誰も来ないでしょでもなぜかね狭い裁量で その仕事を止めに来る人がいるんですよ。もちろんね、いろんな事情でできない仕事ってのはあるでしょう。でも、まあ男としてね、生きてるうちの大半は仕事をするわけですよ。金を稼いでくるわけですよ。その職業選択の自由をなんで家族が奪うんだっていうふうな憤りがありますね。さあ、税務署の職員さんはどうでしょうか嫌われますね。税務署の 職員として働いている実際に私の即課塾の塾生さんの例ですけども同窓会には呼ばれません親戚の集まりには呼ばれません友達にはできません家族は預金通帳すら自分の名義で作りませんかわいそうですね税務署の職員嫌われまくりですだって税務署の職員ね安定した立派な仕事ですよでも 私も税務署の職員嫌いです <laughs>。お前、俺の資産状況知ってんじゃねえだろうな、みたいなね。何かね、なんか、あれですよ。税金のことでトラブルが起きたら、お前が垂れ込んだんじゃないかって必ず思いますね <laughs>。あとね、スクープ記者。週刊文集の記者さんとか、それから編集の方とかね。それからあんまり知られてませんけどフリーの、 ライターさんんっっていらっしゃるんですよで、ネタを雑誌社とかに売って生計を立てるんですけども「うちのお父さんスクープ記者です」ってどうですかねやめてほしいと思うんですよね。実際やめてほしいと言われるから独身の人が多いらしいです。そんだねこそこそ隠れて人の嵐話をして人の弱みにつけ込んでその写真を撮ったり取材をしたりとかしてそれをネタにお金をもらうそのお金で暮らす家族。 気持ちいいいわけないですよねさあまだまだ言い足りないんですけども YouTuber なんてまだまシですよ全然子供たちはとりあえず憧れてくれてますからねえお父さん YouTuber やってんのすごいどんなチャンネルわあ子供としては花高か。ねでもでもね中にはうちのお父さんが YouTuber やめてほしいなっていうところもあるかもしれませんね まあ、という感じでね、まだまだあるんですけども、お父さんができればやってほしくない職業、まだまだありますよ。ちょっと今回はね、いつもと趣向を変えて、そんなお話をしてみました。<laughs> 皆さんもお気づきのお父さんがなってほしくない職業ありましたら、お知らせください。それでは失礼します。